聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。本当は攻略したらゲットできるキャラのかわいこちゃんからやりたかったのですが、このキャラコラボのレアキャラではとんでも性能を持っているようです。初戦は速攻で決めます。報酬がかかってるので手野球と関係なさそうな敵が出てきました。でも楽々クリア。報酬はいただけるだけいただきます。さあ次は多分中級。これまでの流れからして同じ速攻キャラで十分でしょう。このコラボ詳しくはわかりませんが、できれば逃したくないイベントですね。今回も同じく大狂乱のライオンを出します。敵がちょっと強いようですが、まあ9000点台は硬いでしょう。お金が貯まるまでライオンに頑張ってもらい、ドロップキャラを目指して攻略します。もうそろそろでしょうか。ムートを出します。いろいろ出しましたが、むき足は無駄に終わったようです。ドロップキャラやベアキをゲットしました。これで目的の大半は成就しましたが、せっかくなので全部攻略してみましょう。今回はさすがに編成を変えました。このステージをクリアすると、統率力が回復するので、できれば他の攻略をしてから挑みたかったのですが、猫缶さっさと集めたいので、いいでしょう。実況パワプロのキャラって、本当に個性的ですね。一番気になるのがこの覆面ですが、さすがは決勝戦。簡単には勝たせてくれません。まあそれでも報酬は全部いただくつもりです。このメガネのキャラ、案外侮れないかもしれません。はい、報酬全部ゲット。続きまして、育成と実践を兼ねたテストをしてみます。レジェンドステージ、大地を揺るがす。足は速いですが、再生産が 18.2 秒と遅め。ですが3連続攻撃。ドロップキャラにしてはなかなかのもの。他のキャラと併用すれば、ものすごく強いのではないでしょうか。足が速く3連続攻撃。ステータスはこちら。レベル30の第2形態のステータスです。体力が低いのが気になりますが、この子も他のキャラと併用して使った方がいいですね。デハート片付けオバ。3回攻撃は強いですが、本当の力を、彼はまだ隠しています。どんな力かですって、図鑑を見たらびっくりします。なんと第3形態があるのです。25日の11時からあるそうなので、ぜひとも取っておきましょう。第3形態になるとレベル2の波動を 100% だそうです。いろいろ楽しみなキャラですが、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。レベル2の波動に瞬速。使い方次第ではものすごく便利ですね。